はい、やってきました。今日は血洗の池、血洗の滝ですね。やってきました。なんでもね、はい、ヤマタノオロチとスサノオノミコトの話ですね。そうですね、はい、出雲でヤマタノオロチを退治した後にここで手を洗い体を清めたと言われる滝ですね、はい、血洗の滝。なんか心霊スポットでもあるっていうことなんからしいですね。まあ、行ってみますかね。はい、まあ普通に降りていく感じです。紅葉の季節でちょうど良かったですね。そうですね、紅葉の季節でちょうどいい感じで、滝から流れた水がここに溜まるという。全然水が動いてない。そうですね、動いてないですね。あ、ありますね、鳥居が。かなり古い鳥居が。なんか不思議です。いや、この池不思議だ。綺麗ですよね。なんかいい写真撮れそうなスポットがありますよね。石があるんですね。石が乗せます。あるもんなんですね。あすぴちゃん、これ。はい。行きますか。手はダメでしょ。上の方がいいですかね。そうですね。ダメです。ダメです。はい。はい、唯一読めるのが昭和9年って書いてあるんです、はい、そうですね、なんか昭和9年ぐらいにあったっていうってことですかね。まあそれより前にあったけど、まあ、この石は、はい、石というか石碑は、はい、うん、昭和9年ぐらいできたというね、そういうことでしょうね。こちらもそうですかね、うん、こちらも昭和8年なんですね、はい、ここはまだ水がね、水の動きがありません。はい、いい場所です。もしもしつながるんですね、電話。ここまあ行ってきます。気を取り直して。うわ、もうすごい綺麗な感じに。足元がかなりアクロ。大丈夫ですか、皆さん。カメラを来ましたね。滝に来ました。すごいいいところですね。ね、綺麗な滝ですね。ここでまさかヤマタノオロチはね、倒した剣を洗ってるとは思えないような。そうですね、確かに。ね、なんか修行してそうな感じですよね。ですね。はい、帰りましょうかね。はい。この山をの。ほんまにちゃんと修行ですね。これも体を清めるために。いけるのか。いけるいける、全然余裕。さっきよりめちゃめちゃ余裕。ファイト一発やね。いや、いけるいける。じゃあいける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 、全然いける。サバイバーとしのやっぱいけるわ、これ。全然余裕。まだレベル1や。すみちゃん、こっちから行けます。この右から、はい、行けます。行けます、大丈夫です、余裕です。こっち行ったらいいんですね。そうです、そういう意味です。誰か登ってるわ、これ。ね。足跡があるの。あ、でも降りた人も、降りる時もここ登ってるかもね。まあ、イクレ神社入れました。どうかな。お疲れ様です。お疲れ様でした。知らない滝。まあ、良かったですね。本当に綺麗なとこでした。まあ、この紅葉の時期で逆に良かったかもしれないですね。そうですね。なんかいろいろと。綺麗な景色が見えたなと。ちょうどいい感じですね。最後の最後、サバイバーになってましたけどね。ね、お疲れ様です。まあね、身を清めたということでね。そうですね。いいんじゃないですか、こういうの。息上がってますけど。そうですね。じゃあまあ、次行ってみましょうかね、また。そうです。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。ぜひまた次回も見てください。はい、どうも。はい。いつもスピチュー見てくれてありがとな。これからもよろしく。